モンソ鋼の錬金術師コラボガチャー、はい、ということでございまして、クリアだ。いやもう第2弾だ、第2弾。ガンダム終わったと思ったらすぐ来ちゃうんだもの、すぐ来ちゃうんだものって言ったけど、鋼の錬金術師自体もすぐは来なかったな。すごい懐かしい。何年ぶりですかこれ。わかんない、4年ぶりぐらい。前よきゅんと撮ってたんじゃない、なんか撮ってましたね。鋼の錬金術師まだちょっとそんなに見てないな。最初の持ってかれたぐらいの知識だけでやってる。どうなんでしょうかこれね。今回ね、新キャラクター出たけど、もうちょっと全然これ誰かわかんない。これ僕最近ヒーローアカデミア見てんだけど、うわーなんて面白いんだ、あの時引いてればみたいな感じのね。そうですね、あるんですよこれ。今回もこれまた来るかもしれないんでね、その気持ちが。ちょっとやっぱり第1弾の方、ちょっと画面、はい、こっちの方が重心化してますので、でもこっちで引いても2段も出ますんでね、ちょっと割合がちょっと変わるぐらいで、ただこっちで引いても一応出るんだけど、こっちがこっち第2弾の割合の方が高いだけでございますね。あ、もう徳田も引いてる。マースヒューズ。徳田も残していてくださいね。なんで出ちゃったらどうするんですか。それはそれでいいじゃん。出たはずなんで、なんで出ちゃうんですかってなるじゃないですか。収録で出してくださいよってなるじゃないですか。徳田はだって違うもん。徳田は俺のプライベートの楽しみだ。でちなみに第1弾の、うん、その星4キャラ、星4星5キャラっていうのも、うん、今ちょっとチラッと見えてますけど、うん、ラック10しか持ってないっていうことはそんなに引かなかったんじゃないこれ。20連30連ぐらいじゃない、ってことですかね。そんな当時はもうオーブが本当にもう恋しゅうて恋しゅうてね。なのでこっちで一回引きましょう。やっぱね、強さ的にもこっちの方がなんか強いみたいな。重心化ですか結局。はい、結局重心化。結構ね、第2弾のキャラクターも強いんですけど、はい、割と未来型って言われたりしてるような感じで、うん、やっぱこっちは主人公っすか結局。主人公欲しいですよね。主人公欲しいでしょこれ。え、うん、ちょっとね、どういう話かちょっと分かんないですけど、分かんないからね。戦ってくんだよ、ホモンクルスと戦うんでしょ。いやクリアはもう分かってないから。戦うんですよ、ね、まだこれから楽しめるっていう。そうそう、これね、いいでしょう、羨ましいでしょう。10日交換、10日交換、はい、ね、うん、さあこういうやつなんだ、あんまり分かってないで引くってこういうこと。よし、とりあえずは行きましょう。第1弾を楽しみましたからね、行きましょう。じゃあ30連かな。さあ行きましょう。もちろん専用の確定演出も見せていきたいところよ。物欲がないから行きましょう。はい、どうか交換だ。ちょっとセリフが全くないですけどね。さあ行きましょう。最初から、あ、でも一体だけ止まる、はい、これは星4かな。そうですね、星4ね、イズニーカーティス。はい、こっからも止まったら、こっから止まったら、こっから止め、お、止まったよ、来た、おお、マスタング、マスタング、マスタング、強さ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 、ロイマスタング重心化。いいんじゃないこれ、いいんじゃないロイマスタング。お、い、友情底力が乗るツインインボーボリュートスイヤーの優秀なキャラクター。おお、いいじゃないこれ、評価ももう悪くない、オッケー、いいですよこれは。おまけもいただいて、危なー、やっぱ主人公欲しいですからね。行きましょう。持ってかれたって言ったら本当にオーブ持ってかれちゃうかもしれないから、等価交換だ、等価交換だ、倍返しだみたいな感じで。さあこれに関しても止まったらもう即もう、お、お、持ってるやつね。さあ来い、うわあ、外れではない、
持ってるな。2体ぐらい持ってる。姫路。バクではない。じゃあ次最後。これ。これは、なぜかもう、くすからなかったな。さあ、行きましょう。とりあえずラスト。これ出したいんだよね。分岐ですね、これね。すごい。行きましょう。さあ、ラスト。行きましょう。統計貢献だ。よし、さあ、オープン50個分の10日で返してほしい。10日豪華、10日豪華。おお、あ、見たことある。アニメちょっとだけ見たことあるんだよね。さあ、10日交換でお願いします。10日交換一体でリン・ヤオ。リン・ヤオはこれは第一弾のキャラクターですね。これ第一弾。あ、そうか、見たことある。第一弾だから見、あ、これあれじゃない、これもしかしたらレイ・ブラッドレイに、いや、記事キング・レイ、キング・ブラッドレイに刺さるかもしれないっていう噂の今回の超究極。これだったんですね。はい、ということでございまして、でも第1弾が2人と、そうですね、2体出て45に上がって35で、はい、こんなもんでいいでしょう。これもうだって次さ、もうさ4月はさ鬼滅コラボ来るよって。来ます？うん、まあ、今2月ですけど3月、4月はもうね、無一郎とみつりちゃんのこのガチャ来るよ。来ます？貯めとかないと俺絶対ダメだと思う。サザエさんコラボ来るかもしれないですよ。それがいつも俺がその公式のために言うボケじゃねえか。守るために言う、いつもかく乱させるためのボケじゃねえ。ちょっとここら辺はちょっ ともう一回オープン押さえつつ、でもよくガンダムコラボ終わって、うん、もう200個集めましたね。ガンダムコラボだって結局50個残してる。あ、そっか、最後残したんだ。で150またこう貯めましたけどね。でもあれも使ってないですよまだ。交換もチケット、チケットもまた増えてますしね。はい、24枚。鬼滅コラボ取っとくしょみんな。絶対そうっしょ。来ます？ただ3月は3月でコラボが多分あるんで。ドラえもんかな。ドラえもん3月ないだろ。もう夏のやつも最近やってないだろ。3月のコラボまだ激アツ来ちゃうと困る。50取り置きで俺今回はこれにて失礼した。うん、ちょっとね、鋼の錬金術師アニメ見たい。アニメがさ、いっぱいあるんだよね。ちょっと、ね、どっちかどっちかが原作通りでどっちかがオリジナルですよみたいな、見たいと思いますね。実写版もありますしね、はい、実写版もあります。僕実写版見ようかな。それは人それぞれでいいと思います。はい、はい、ということで皆さんは何聞いたかちょっと、ね、コメント書いていただけますと、うん、こんなと思います。はい、ということで本日ここまで、また次回お会いしましょう。バイバーイ。俺の中でこのルイマスタングを持ってるぞっていう、なんか自分の中で、ね、端末に思ってたら全然違うゲームのコラボキャラだった。違うゲームでルイマスタングだった、うん、何かは言わないけど。まあ今回のコラボも、うん、超究極やりましょう、うん、ブラッドレイ、はい、キングブラッドレイ、はい、キングブラッドレイ俺ラック12で持ってるんだけどさ、あんま関係ないんだよね。うん、まあまあ、はい、やってみたいと思います。はい、みんなご視聴どうもありがとう。チャンネル登録はそれ、ここ、メンバーシップはそれ、ここ。次回も面白さレボリューション。バイバーイ。